はい、こんにちは、海坊主です。今回のねファーミングシミュレーターですけど、8月でねキャノーラの収穫と作付け、この2つをやりたいと思います。で、キャノーラの収穫する畑はこちらとこちらとこの奥とで、こことこっちの奥、要は5面ですね。で、今回はね収穫機今3台ありますけど、まあこちらのね一番ちっちゃいクラースを売っ払って、新しくねもう1台大きいのを買いまして、まあそれでね3台でやろうじゃないのかと、そういった流れでいきたいと思います。はい、まあこの奥のね広いやつをね、まあこの大きさでやると結構時間かかるので、そのためにね1台でけえの欲しいなってことなんですよ。はい、まあとりあえずね今回はそんな感じで進めていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、この一番ちっちゃいカッター売っちゃいましょう。はい、でクラースもね、まあ二足三文にしかなんないけどね、ちっちゃい方売っちゃいましょう。前はねこういうの売らなかったんですけどね、もう今あっても意味ねえのかなと思うんでね、まあとりあえず使わなくなったやつは売っ払っちゃいます。はい、で買う収穫機ですけどね、とりあえず久々にバニラの収穫機使ってみようかなと思うんですよね。まあどこら辺を使うのですかっつったら、このマッセイ・ファーガソンとかフェントのねでかいのを使ってみようかなとか思ってるわけですよ。まあ一番いいとしたらこのクラースなんですけどね、1万8000入るから。まあこのニューホランドはちょっとちっちゃいんですよね。でフェント、マッセイ・ファーガソン、多分これ OEM 供給かなんかなんで、まあ同じ見た目なんですけどね、たまには黒を使ってみようじゃないのかということで、まあマッセイさんバージョンを買ってみますか。でエンジン馬力はね、まあ一番でかいやつでいいでしょう。でタイヤもクローラーでいいでしょうね。はい、もうそのままですね、51万ユーロ高級品です。でまあそれに合わせたカッターですけどね、カッターもねこちらの40フィート、まあ45フィート使いたいっちゃ使いたいんだけど、45フィートないんか、マッセイ製では。まあ40フィートでいいか。これ何が違うんだろうね、ダイナフレックス、なんかダイナフレックスっつうやつと、このパワーフロー、何が違うんだろうね。まあ違うんでしょうけど、ちょっと見比べてみますか。ここら辺のデザインが若干違うぐらい。ほらこれセパレートされてるじゃん、ここでね。それ以外はないね、違いは。こっち買っときますか。何の違いがあるか分かんないけど、 3.3 トンで同じでしょ、だって。はい、じゃあこちら購入です。でそれに合わせてね、40フィート用の、まあ一応ほとんど使わないかだろうけど、カッタートレーラー買っときましょうね。まあ40フィート用はこれですね。まあ今回は真っ黒なんで真っ黒でいいでしょう。むしろもうちょっと黒く、このグレーじゃねえで。はい、じゃあこちら購入です。はい、久々にねこの真っ黒のマッセイとかフェントとかね使う気がしますけど、まあ本当だったらね45フィート買っときゃよかったのかもしれないけどね。でもやっぱりカッターとねブランド合わせたいじゃないですか。自動では映ってくんねえんだよね。もうちょっと奥のがいいか、あんま変わんねえな。はい、行きましょう行きましょう。
なんか微妙に長すぎてうまく接続つかしにくいような気がする。ほらちょっと待って、向きだけ変えようか。もうこいつのこうやっとけば接続しやすいでしょ。はい、接続。じゃあね、もう早速奥の畑に行っちゃいましょう。とりあえずね、こいつは広いところから始めさせたいんでね、まあその後はね、いろいろと動かしながらってところでしょうけど。であれだったらね、ハシキももう1台買っちゃいましょう。できる限り同時作業で行きたいからね。今回はハシュ作業も含めてね、ちゃっちゃっちゃっと終わらせたいからね。さあどうなるでしょうね。今のところね、今日は眠気は来ておりません。前回はね、ほんと眠くてね、ひどかったんでね。どうすかな、一応シャープでやりますか。枕地20でシャープで時計回り OK ですね。はい、じゃあお願いします。はい、 OK ですね。じゃあどん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 ね、他の収穫機も出動です。これはとりあえず目の前からやらせようか。あ、違うな、ジョンディアのがでけえから奥の畑行こうか。スピード出るしね、こっちのが移動時間長いだろうからね。はい、じゃあ奥の畑行きましょう。さあ通れる道は、さあもうさっさとこっち側の通路に出ればよかったね。通路じゃない、畑の方か。はい、行きましょう行きましょう。展開。はい、じゃあお願いします。あれ、なんか違うことになってるぞ。なんかぐるぐる回ってるから、ちょっと待って、おかしいおかしい、ちょっと位置ずらそう。半時計回りになってたんですね。はい、お願いします。問題ないですね。はい、じゃあ次々ね、スタートさせましょう。でもう1台のクラスと、これはね、もう目の前の畑からやりましょうね。はい、お願いします。で次はね、石灰の準備を一応しときましょうか。石灰巻きはその JCB にやらせよう。とりあえずね、スピードが出るんでね、さっさとね、いろいろなところ回れるように。で中身がなければ補充もしとくと。でその次に用意するのはトレーラーですね。石灰満タンにしときましょう。で次はトレーラーの準備ですね。このスカニアもな、出足が鈍いからな、なんか交換したい気持ち、あれはあるんですよね。ちょっとね、トップスピードが出たとしてもね、加速が遅すぎでしょっつうのがありますからね。でどこから回収かわかんねえから、とりあえず待たしときますか。で多分俺の層はね、こうこっちからだと思うんだよな。1万しか入んねえから。あ、でもこっちも結局カッター幅がでけえもんな。でキャノーラはね、とりあえず、あ、そうです、ハッシュ機の準備しておこう。とりあえず1台はこいつと。はい、でもう1台はこいつですね。ケース IH、 これも馬力あるやつなんで。馬力のあるトラクターもう1台欲しいけど、中古がね、ほんと
欲しい時ってなかなか出てきてくんねんですよね。